やばい死にそうなんですけど。ちょ、誰か助けて、おい視聴者何解読してんだー。どうやら冒険家の方が治療しにやってきてくれたみたいですよ。まあハンター来たので逃げちゃいましたけど。待って、今ハンター来たっていうことはもしかして。まあキャンプして立ち上がった霊夢さんを即駆逐するためでしょうね。まさかの家畜扱い、ちょっと離れてくれませんかね。どうやらこちらの言葉は届いているようだな。いやどう見ても届いてねえだろ。これ何がまずいって普通にこの様を動画に使うと視聴者維持率がまずいんです。じゃあ取り直せばいいのでは。いやそしたら私の冒頭の神チェイスも全部没になるじゃねえか。あのチェイスを動画で使うには最後気持ちよく脱出しないといけないんです。キャンプの末即死はさすがに後味悪いんです。でもこれどうしようもなくないですか？霊夢さんもう瀕死状態ですけど。こうなったら苦肉の策です。幸いなことに今回近くに地下室が存在します。この地下室で奴の攻撃をしのぎ加速でゲートへ駆け込みますよ。ってことで解読に集中して、あとは攻撃をかわせー。いや無理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 。マジでただの自殺するところだったわ。なお地下奥深くに追い込まれた模様。こうなったら仕方ない。この謎オブジェクトで奴をしのぎます。無謀すぎて草。回れー。はいセーフ。今度は逆回り。これはまずいです。射程圏内となっていますがまあこれは旋回で対応しましょう。意外と時間稼げてるの笑う。はいまた距離詰まってます。旋回をしてかわしましょう。いやいける。引き止める切れるまでここで耐え忍んで視聴者どもの肉壁で脱出。いや冷静に考えて無理に決まってるよね。まあこれで味方は無事にゲートから脱出できそうですよ。たまには役立ててよかったですね。殺すぞ。ってことで今回も元気に第五人格実況していくとしましょう。今回はバーメイドを使ってサバイバーをキャリーしていきます。キャリーされるの間違いでは？新山さんの杖ドンでハンターの種類と場所がわかりましたね。今回のお相手さんはグレイス、小屋方面でのスポーンのようです。杖ドンで新山の居場所バレてる可能性が高いですね。そのままデコイとして死んでもらいや、ここは私がしっかりとチェイスを受け持って4人脱出したいですね。今がっつりデコイって言ってましたよね。いや言ってませんよ。もう一回動画巻き戻して見てみたらいいのでは？てかチェイス受け持つとか言ってますけどバーメイドでチェイスできるんですか？今までバーメイドで遊んでるの見たことないんですけど。大丈夫ですよ。今まで私はいろいろなキャラを密かに遊んできていたんです。今回使用しているバーメイドも実はかなり昔にすでに持ってはいたんですよ。おお、それならチェイスを引いても問題はなさそうだな。まあこのキャラに関してはほぼ使ったことないんですけど。ダメじゃねえか。そんな絶望的な事情を知りながらファーストチェイスが始まりましたね。いやこれもう終わっただろ。まあまあ皆さん落ち着いてくださいよ。言うていつもサバイバーなんてろくにスキルも確認せずに使ってるんですからほぼいつもと同じみたいなもんですよ。いやスキルくらいは確認しろよ。ちなみにこちらのバーメイドは負傷すると一定時間経過で1段階回復するお酒を飲むことができます。しかしある程度は時間を稼がないとアイテムが腐るのでチェイス力が必須ですね。それなら私にぴったりじゃないですか。いやどのあたりが？私といえば天才第五人格プレイヤー。6年間プレイして培われたスキルで泣く子も黙る神チェイサーとして名を轟かせているじゃないですか。でもこの前前茶で発言しても全く相手にされてませんでしたよね。名前轟かせてもろて。はい早速負傷したのでお酒を飲んで時間経過を待ちましょう。鬼没が怖いので加速酒を飲んでいたと窓枠のあるポジションへ。あと7秒ほど経てば回復できるので隙を見て2杯目も作りたいですね。今のところあれ窓理論や室外圏反射で距離を取ったチェイスができてますね。それのおかげでまずは人回復。しかし暗号機はまだそれほど回ってはいないので伸ばしたいですね。なんかこの人結構回り込んで裏目に出てるのでまだ伸ばせそうです。ここら辺で一回お酒作れそうですね。ってことで調合していきましょう。湿気によるダメージも回復酒があれば怖くはありませんからね。ちなみに暗号機は1台終わっているのでもうそろそろ2台目以降も終わりそうですね。といったそばから泥棒さんの暗号機が終わったようです。じゃあこのまま暗号機5台分チェイス見せつけてやるとしましょうかね。おっと、ここでいけいか。回復している上お酒もあるから頑張ればまだチェイス伸ばせそうだな。とりあえず板の近くで待機しましょうか。負傷してしまったので板を倒してすぐにお酒を飲みましょう。幸いなことに板をあまり割らない人っぽいのでこの板で室外圏反射を駆使できそう。ただまだ池があるので乗り越えない方が良さそうですよ。オッケー、これなら湿気ゲージに気をつければ無事回復できそうです。ここら辺ちょっと水浸しなので加速使って離れておきますか。すでに体当たりや囲い込みでダウン圏内だからな。ゲージを下げていきたいところだが。はい、ポジションを少し移動したことで2回目の回復ができましたね。湿気ゲージは依然として高いままなのでできればすぐ離れたいんですけど。囲い込まれてしまったことで湿気によるダメージ。まあ加速で先ほどのポジションに逃げ込むことができそうですね。もうアイテムは何も残っていないので、次からはできるだけ湿気を食らいたくないんですよね。なので加速を生かしつつ別のポジションに移動していくチェイスを目指しましょう。ところでクールタイムはまだですか ?20 秒くらいありますね。さすがにきついのでここは仕方なくしれっと移動していきましょう。ちなみにグレイス戦においてポジション移動で大切なことは体当たりを食らわないことです。がっつり食らってる件について。まあまあ問題ないですよ。グレイス戦で大切なことは同じポジションに固執せず点々と移動することなので。グレイス相手にグルチェなんて具の骨頂ですよ。ここで画面をご覧ください。これは何ですか？グレイス相手のグルチェです。いや言うてこれは仕方ないだろ。私だって工場逃げ込みたいけどあいつ阻んでくるんだもん。まあ相手からしたら追い込んで湿気ダメージ入れたいですよね。間に合え。間に合わず。まあ残り1台だし結構いい働きしたんじゃないか？まあ地下室に座らされたわけですけど。うんやっぱなんでもないわ。グレイスの地下救助は本当に難しいですからね。1ダメージは許容しなければなりません。ちなみに今は近くに来ていた泥棒が私の救助に来てくれていますね。寸止めはできてるみたいなので最悪どちらかが犠牲になるのでしょうが。湿気によって負傷はしたもののしっかり救助してもらいましたね。そして私のダウンと同時に通電。とりあえずは工場内でラストチェイスを進めていくとしましょうか。
泥棒さんによるライト補助も受けつつ窓枠でさらに距離を離しましょう。というか今度は泥棒さんがピンチになっているのでは？何回他の方向かってましたけど距離的に間に合わなさそうですよね。ダウンしちゃいましたね。これ AK あるのでむやみにゲート行くのも怖いんですよね。とりあえずは耳鳴りだけさせて待機するとしましょうか。墓森さんはゲート開放か。勝つためには戦況の把握が大切になってくるが。まあまずは焦らず後期を伺いましょう。おっと、どうやら AK でゲートに向かったみたいですよ。これワンチャン救助できるのでは？ AK 装置が近いのでいつ戻ってくるかわかりませんよ。今のところ心眼折ってるみたいだし多分大丈夫なはず。はい、これはキャリーしちゃいましたね。あ、投稿してくれましたね。さすがに私上手すぎちゃったかな。あまりうぬぼれない方がいいですよ。それじゃあ2試合目もやっていきましょう。キャラは同じくバーメイド、マップは軍需工場ですね。まあさっきと同じように私の神チェイスを皆さんにお披露目していこうかなと。ちなみに今回編成にいる骨董商は私の視聴者です。最悪こいつを取りにしてゲートから脱出していくとしましょう。マジで活動者としてゴミすぎるだろ。大丈夫です。この人なんか私と遊びたそうにしてたので多分セーフです。そういう問題じゃないデイキ。ちなみに今回のお相手さんはピエロのようですね。存在感を貯めてしまうとかなり厄介なハンターですが。とは言っても足が速いだけの徒歩ハンターなんで余裕ですよ。大体ピエロなんて昔からいるハンターなので私の敵じゃありませんし。視聴者さんのチャットによるとどうやらピエロはタゲチェンしたようですよ。あ、こっちに来ましたね。骨董商、玉芸師、そして私とタゲチェン繰り返してるようです。まあここは結構チェイスしやすい場所なので全く問題なさそうですね。で、またどっか行ったんだけど。いや、これおそらく回り込んできていると思うから気をつけた方がいいぞ。心音大きくなりだしましたね。とりあえずもう鬼没あると思うので板を倒して使わせたいですね。そのダメージをお酒で直せばチェイス持つと思うんですけど。あ、またどっか行っちゃった。それならまた近くの暗号機解読していきましょうか。多分また視聴者骨董商の方へピエロ向かってますね。これで即死したら視聴者さんには土下座した後に腹切って詫びてもらいましょう。ちゃんと自分もやってくださいね。何言ってるんですか。私は先ほど神プレイを見せた伝説の第五人格プレイヤー。この私が即死なんてするわけないじゃないですか。万が一私が60秒チェイスできなかったら腹切って詫びてあげますよ。とか言ってるそばからピエロまたこっちに向かってきましたよ。それはちょうどよかった。そろそろ解読時間長すぎて飽きてきたしここらでチェイスして画面に花を添えましょう。とりあえずはまだ存在感溜まってないのでドリルの心配は不要ですね。なお推進気をつけていた場合を除く。負傷してしまいましたが問題ありません。なぜなら私はバーメイド。ここから一定時間チェイスしてノーダメ状態に戻れます。いやー、ほんとこのキャラ最強なのでは？あ、違いましたね。ただ単に私が上手すぎるのか。さっきの試合うまくいったからか今日、そいきってますね。そんなこんなでもうすぐ回復。今さらドリルを使ったところでもう遅い。はい、もう体力回復しちゃうもんねー。これは何ですか？ This is Piero。あ、待て。え、待って。いや、これは即死に含めちゃダメだろ。なんなら鬼没吐かせてるし別に普通にいい状況だろ。どうやら視聴者さんがこちらに向かってきてくれているようだぞ。暗号機も一気に終わりだしましたね。私たちが回していたところもそれなりに回っていたし通電はできそう。ただピエロ相手の救助って恐怖をもらいやすくて怖いですよね。それだけでこの戦況が大きく覆されることもありますし。まあそれはそれで視聴者の集大を全世界に配信できるんで。お前の集大も配信されてるんだよな。お、視聴者が私のために身を挺して守ってくれてますよ。いやー、持つべきものはやっぱでこい心優しい視聴者ですね。ってことでくたばってもろて。壁しとる。まあ巻き込まないように工場の方に逃げ込んでいくとしましょうか。と思ったらなんか釣り替えっぽい。それならこの傭兵に救助任せてこの暗号機をサクッと終わらせますか。お酒は飲まなくてもいいのか。まあどうせキャンプするだろうしとりあえずここ終わらせることにしましょう。なんかピエロこっち向かってきてません。いやさすがに来るわけないじゃないですか。どうやらこちらに狙いを定めたようです。おいマジでやべえんだけど。ここで死んだらさすがに利敵すぎる。さて霊夢さんは無事に逃げられるのでしょうか。まあどうせはめいて死ぬだろうけど。まあ諦めんの早すぎだろ。こちとらこの板一枚でなんとか首の皮つなげてんだわ。もうすぐでドリル来そうですが、多分ここなら届かないはず、と思ったら前から来てるし、いやマジでギリギリだったわ。というかずっとここに追い込まれて移動が全くできないんですけど、そういう時には室外剣反射で加速して逃げるといいですよ。いやもうすでに死んでんだわ。とにかく今はこのピエロに板を割らせるかしないとまずい。下手に読み負けて死んだら私のせいで全てが崩れます。霊夢さんがこの編成のいいポイントでしたね。しかしどうやら私の方が一枚上手だったようですね。ドリルで板を壊されたのでこのまま隙をついて工場へ向かいます。心音しないのでこれは多分暗号機を守りに向かってるみたいです。じゃ、お酒作っておくとしましょうか。よし、4人通電。今はハンター近いので様子を見つつゲート開放に着手しましょうか。お酒も残っているし、今回引き止めるないみたいですからね。いざとなったら壁に入ってあげるのも良さそうですよ。ちなみに視聴者さんはタゲチェンされたようです。何事もなければ脱出できそうですね。はい、乾杯。こちらは問題なく脱出できそうです。ここで特質変更ですか。こちらに瞬間移動してきましたがすでに解放してありますからね。向こうのゲートが開いてるかわからないから少し時間を使わせた方が良さそうだな。多分向こうはまだ解放途中な気もしますけど。 57% ってことはしばらく待機しておくとしましょうか。はっき待機してるわけでもなさそうですもんね。まあこれくらいで十分でしょう。ゲートも9割だし大丈夫そうだな。ってことでナイス4逃げ。
ということで今回はここまで。今回はバーメイドを使ってみたわけですがいかがでしたか？チェイスに自信がある人は結構刺さるハンターも多いみたいだな。逆を言うとチェイスできないと結構難しいイメージですね。視聴者さんもぜひ使ってみては？じゃあそろそろ終わりましょうか。いつも高評価やコメントなど励みになってます。面白いと思ったらコメントや高評価、チャンネル登録お願いします。お友達に宣伝も嬉しいぜ。また次回も楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは、さようなら。